死ぬっていうのはどういうことなんだろうとかですね、不老不死にな,なりたいんだろうか、不老不死ってどういうことなんだろうとか、えー、忘却とはどういうことなんだろうってことをこの本の中で語ってましたね。つまり死ぬっていうことは僕らは疑似的に体験してるんじゃないかとこの、えー、著者は呼んで言ってますね。だから夢を見てるとき、あの夜寝てるときには意識を失ってるんですね。で、朝になったら意識が戻っている。つまり我々はですね、あの死んで生き返ってるんだというような見方もできるんじゃないかみたいなことを言ってます。